ヘレン・ケラー・盲ー者は、盲ーである人のこと、つまり、視覚と聴覚の重複障害者のことを指す。視聴覚二重障害者、老毛者と呼ばれることもある。盲ーという障害は、その程度に応じて、次の4種類に対別することができる。また、各障害の受傷歴によって、以下のように整理されることもある。障害の程度と受傷歴による、 障害像の多様性が、朦朧という障害の大きな特徴の一つである。日本に、朦朧者が何人いるかについて、2012年8月、現在、正確な統計は存在しない。5年に一度行われる、厚生労働省の調査によれば、全国に、朦朧者は、約2万3000人いるとされる。社会福祉法人全国朦朧者協会が、協会もしくは、 各都道府県にある盲老者との会を通じて把握している人数はおよそ900人。70%は70歳代以上と思われる。盲、老養護学校等に在籍している盲老の幼児、児童、生徒は1998年の国立特殊教育総合研究所の実態調査によれば338人が特定される。盲老児の教育には 二つの面で大きな困難がある。一には重度の情報障害。目や耳から自然に入ってくる情報がないため、努力しなくても知識を得る偶発的学習がないということ。二には重度のコミュニケーション障害があるということ。これら二つの困難により、盲ろうの教育には特段の配慮が求められる。よって、 通常の2倍3倍もの時間が必要な場合が多い。現在の日本における6.33世の学校制度では、時間が足りないとも言われているが、2、3のケースを除いては、例外が認められていないのが現状である。盲老時、社の教育及び福祉に関する、全国的な研究会として、全国盲老教育研究会がある。会員は、盲老教育に関わる。 学校教員、盲ろう当事者、盲ろ児、物の,の家族、盲ろうの療育、理派、医療、通訳解除等に関わる、専門家及び研究者等、多岐にわたる。毎年、夏に研究協議会を開いているほか、研究企業を通して、全国各地での盲ろ児教育の実践事例や、研究の報告を行い、情報や、新しい試みを明かち合い、 盲老う者の教育と福祉へ貢献している。また、教育相談を受け付けている機関としては、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所があり、ファックスとメールで相談ができる。盲老となる経緯や、障害の程度、生活環境によって、盲老者のコミュニケーション方法は多様である。日本で用いられているコミュニケーション手段は、 以下のように大別して整理できる。展示を応用した、コミュニケーション方法展示による、筆談視点やザブリスタュは、指文字を応用した、コミュニケーション方法触れ読みて話弱視種は五十音式指文字、ローマ字式指文字。墨字を応用した、コミュニケーション方法手書き文字筆談、ようやく筆記、拡大文字ようやく筆記パソコンようやく筆記音声を、応用した。 コミュニケーション方法音声通訳に向かって話す方法聞こえ方に合わせて声の肯定強弱速さ等に十分な配慮が必要盲老者のための教育やリハビリテーション制度が未整備であるため特に1990年代までの日本国内では盲老者のための共通のコミュニケーション方法は作り出されずそうした試みも失敗しているしたがって 各地の盲老者個人やその家族、周囲の支援者の努力と工夫によって、それぞれのコミュニケーション方法を生み出し、ルール化していったと言ってよい。現在、盲老者のコミュニケーション方法として知られる上記の手段は、そうした個人によるルール化が、1990年代以降活発化した、盲老当事者、支援者らの交流によって普及していったものである。また、 複数のコミュニケーション手段を状況や相手に応じて使い分ける盲ろ者も少なくない。インターネットの普及に伴い電子メールやチャットも盲ろ者の貴重なコミュニケーション手段となっている。孤立している全盲ろ及び重度視聴覚障害者はコミュニケーション情報入手、発信と地震だけでの移動に困難を極めるために福祉行政からも 当事者団体からも孤立している。また、重複する障害による不自由以外にも複次的な困難が視覚障害だけの場合や聴覚障害だけの場合からも理解されにくい現実がある。当事者団体も代表者の見識や運営や予算等の様々な事情から個々人に合わせた十分なサポートができない事情がある。朦朧だけに限らないが、 表面に出てきた当事者の実情が、水面下の実情のごく一部であるという認識を、社会全体が持つ必要がある。障害や差別に対しても同情によらない、苦難への冷めた理解が、障害の実情理解に最も必要だと言える、現実がある。ありがとうございます。